はいどうも皆さん、こんにちは。あのー、僕以前ね、まあ、カレーの話を、カレーの話、松屋の話ね、したことあるんですけど、まあ、僕の説によると、その、一番うまいカレーのチェーン店って松屋だっていう説を僕は唱えてるんですよ。 で、まあ僕、まあこれも好みだからね、なんともまあ僕の主観と独断でしかないんで、個人におりますってことなんだけど、あのー、だから前ね、その、まあ三鷹という駅を僕はよく使うわけですが、その三鷹に松屋本社があって、で、その松屋がやってる業態が全部揃ってんの、三鷹の駅前に。で、えっと、その中の、その、 松屋の隣に、えっと、松の屋ってやつがあって、で、さらに、マイフマイカリー食堂っていうのも、その向かいにあったり、まあ、まあ、ほんといろんな業態実はあるんですよ。ステーキの松っていうのがあったりとか、あと和食の店とかね、いろいろあって、あとカフェもあるんだよね。で、とにかく全部の業態が、その本社だから、全部揃ってって、<laughs> で、その中の、その松の屋っていうのは、カツなんですよ。かかつその ロースカツ定食とかそういうのを提供する店でカキフライとかそういうのもるあるんですけどでその店の隣に松屋が隣接してるからその隣接パターンだと松の屋のカツカレーのカレーがベースがその松屋のカレーになるっていうのをなんかのネット記事で読んで僕はその松の屋に入ってささみカツカレー ってのを頼んだら、これがもう僕の中でもう外食でナンバーワンぐらい、外食、外食チェーンか。外食ファストフード。ファストフードでいいのか。うん。ファストフードの正解見つけちゃった話みたいのを以前したんですよ。で、やっぱカレーの味うまいなぁと、僕は松屋、松屋で僕もう牛丼なんてもう興味ないですからね。<laughs> あれあの、唯一、あの、カレー牛っていうですね、これもキラーコンテンツがあって、あの、 お皿にライスがあって、うんと、なんだかな、うん。で、牛、牛飯の、みたいなね、牛肉乗ってて、プラスカレーかけれるみたいな、でも最強のメニューがあって、それの牛肉はも,もちろん食べるんだけど、牛丼は興味ない。松屋では。うん。うん、そんな感じ。で、とにかく僕はカレーの店だと認識しており、カレーうまいよな、ね。で、僕は、なんかその、ココイチがね、その、 そんな人生な何回も行ってないんですけど、ココイチって、あれ、名古屋だが発祥の。愛知県の、うん、一宮とかかなちょっとわかんないけど、いわゆるその愛知県発祥でなんですよ、間違いなく。で、全国に広がった店で、だから僕、愛知住んでたから、割とココイチ多かったですし、好きな人も結構い,いたのね。で、なんだろう、もう、カレーチェーンで言うと、もう、絶対ココイチは、なんていうのかな。 圧倒的じゃないですか、存在感がね。そのカレーファーストフードチェーンの存在感、1位はココイチでいいと思うんですよ。で、まあ、ここまで話広げちゃうとあれだけど、僕、そのインディアンカレーっていうですね、帯広にしかないやつがあって、それはまたちょっと別な意味で大好きだから、から比べる参照には、配る比べる対象には今回は入れてないんで、またあれは別ジャンルと思っていただいていいんですけど、とにかくその、 そのカレーチェーンで言うとココイチがみんなココイチっていうなんかみんなが好きだしじゃあ僕ココイチ何回も何回かは人生の中で何回かは言ってるけどなんだろうそんな僕ねピンときてなくてなんかあれをもう一度食いたいとあんま思わないんだよでなんだろう自分で作った方がうまいなって思っちゃってて まあこれはだからもうそう,そういうもんなんだからって言われたらそういうもんなんだけどなんかあの味に多分僕があんまりこう飼いならされてないっていうかなんかしっくり切ったことがないんですよねな,なんかうこれうまいかみたいになってて <laughs> ででそ,その点も松屋も僕の舌にバチンってはまってるんだろうと思うのね。 でこれがその松屋最強説を僕が唱えている以上か他のカレーチェーンも比較参照しないとフェアじゃないだろうという思ってで、えっと、この1年で僕2つの,あのいわゆるこう東京には少なくとも展開してるカレーチェーンファストフードのカレーチェーン試したので2つともめっちゃ有名です、えっと、1つが日の谷カレーでもう1つがゴーゴーカレー で、えっと、日の屋カレーは、えっとね、結構東京の東の方に多いイメージなんですけど、でも、うまいかったですよ。で、これもこ、去年の年末ぐらい行ったのかななんかね、あの、あんま多くはないんですよ。チ,チェーン店なんだけど、たまたま、幡ヶ谷の駅にあって、で、用事があったから、あ、日の屋カレーあると思って、で、行ったのね。 でう、うまいっすよ。あの、相当好きな部類ではあるけど、でも、僕は、僕の中では松屋は超えてない感じ。で、えっと、もう一個が、5号カレーってやつで、これはね、東京というよりも、金沢なんですよ、発祥が。で、あの、なんかね、黒いカレーなんですよね。で、こう、キャベツの千切りが乗ってて、で、まあ、こう、カツ。 ががっっててるんですけどそのカツににソースがさらにかかってるみたいななんかちょっとで、ね、真っ黒なカレーでちょっと見た目がめちゃくちゃうまそうなんですよでなんかゴリラのねなんか看板があってなんかいろんなとこで見るんですよでゴーゴーカレーとあるんだなぁなんていうのはずっとこの15年思い続けてきたんだけどあんまりこう別に別にだなっていうか <laughs> なんか思ってて入ったことはなかったんですけどでも日の焼カレー行った あ僕の中では松屋が勝ってんすよでごじゃもうあとは5五カレーぐらいかと思ってもうココイチは検証してるんでで5五カレーにこの前なんかの用事のついでに新宿歌舞伎町前を通ることがあって5五カレー行ったんですよねで結論うまいですようまいですけどやっぱ やっぱり松屋じゃないか何な,な,な,んなんだろうな僕カレーに何を求めてるかなんかうんあの本当にいやいや何言ってんのよともう合カレーに決まってんでしょっていう金沢の人もいるかもしれないしいやココイチっしって言ってる人もいると思うしいや日のやカレーに勝るもらえないいろいろあるんでしょうけどそんなのはなんか僕の軸はあのなんかねカレーの味の複雑性って大事だと思ってて なんか奥行きみたいな。なんかそれを僕の中では一応基準にしており。で、えっと、そういう意味で僕は松屋が勝ってると思ってんだよね。なんかこう、いろんな味がする感じっていうか。だからこ,これがまあ僕がバカ舌で、実はそのゴーカレーとか日のやカレーとかココイチのあれに気づけてないのかもしれないですけど。で、なんかカレーって、 なんつうのかななんか牧田スポーツさんっていうね人がなんか隣の家のカレーの味ほど近くて遠いミステリーはないみたいなことを言っててなんかこうそ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 うなんかカレーカレーどのカレーが好きかでなんか人間って分類できるんじゃないかみたいに思ってて僕はやっぱ圧倒的松屋なんですよね。 で、この感覚をそんなに誰とも共有できないじゃないですか。あんま、こう、カレーチェーン、なんか、あの、モスとマックどっち好きとか、ね、バーガーキングと、ね、ロッテリアとマックだったらどっち、どれいいとかは、もう、なんか皆さんあるあるだから割と会話として成立するんだけど、あの、カレーやチェーンで、 この日のやカレーよりも松屋がこうだねとか、なんかまあ多分そういうブログとかあ、あ、探しはあるんだろうけど、なんかあんまり、あの、こういうこと語る相手もいなければ、でも自分の中でなんか、この一年ぐらい、カレーチェーンを参照して、そしてそれをブログ、ブログにもせず、自分の中で思い続けてることだから、ここで発表してみました、僕のその。 夏休みの研究を <laughs>。え、結果、松屋が最強っていう、ちょっとこれ夏休みの自由研究で誰かね、あの、やってくれたらいいなとは思うんですけど、なんか <laughs>、あの、そうですね。なんかねあとね、あれかな、なんか、その、松屋がなんか一番再現しづらい感じがするんだよな。これも僕の、僕なりの,の外食の基準でもあって、これ作れるなっていうのは、 やっぱ点数低くなっちゃうとこがあって、これどうやって作ってんのか、どうやってこの味出してんのかも、う見当もつかないものが、やっぱ一番僕は外食した時にポイント高くて。なんか僕味コピーするの好きで、なんか外食で出て美味しかったものに自分で作ってみるっていうのが一時期すごいやってて、割と近づけれる舌を僕は持ってて、なんか、うん、んか耳コピーみたいなやつね。で、 だいいいたた何入っってるかかわんない食ったら、うん、だけどなんかその外食チェーンでこれはやられたなっていうのも,のはものは常にこれは全然わかんないっていうで松屋がまさにそうであれなんなんだろうねほんとになんかチーズ入ってんのかなっていう感じのコクがあるんだけどあれなんか玉ねぎのものすごい炒めたやつのやつ感じなのかなんかね どうやってんのかもう全然わかんない。なんかもう変な粉とか入ってるかもしれないですね。<laughs> なんか、あの、そういう話なのかもしれないですけど、なんかちょっと短いですけど、カレーの話をちょっとしたくなりました。はい、えー、今日のですね、えー、成長研究はですね、 信仰を捨てた人のためにしてあげられることっていうですね、タイトルで、えー、2017年6月3日の僕のデボーションノートなんですけど、ヨブ記の15章の4節、えー、ところがあなたは信仰を捨て、神に祈ることをやめているっていうですね、これ、あのー、テマン人エリファズのヨブに対する受け答えナンバー2なんですよね。最初にエリファズが語り始めて呼ぶが語って、で、えっと、エリファズの 後半パートが今のところででえっとまあ彼の論士っていうのはあなたは信仰を捨てているっていう責めですねと悪者は神に裁かれるという警告なんですよでまあそのエリファズの言ってることは正しいかもしれないけど問題はそれが苦しむものの現実と乖離していることなんですよねでえっとまあ本当に苦しむ人間にとって まあ神様は今までありがとうございました。さよならと言って、神から立ち去ることが最大の信仰の表明だってことすら僕はあり得ると思うんですよ。だから神様さよならと言えるほど神を信頼してるってことでも僕はあると思うから。で、逆にそういう人に神にしがみついていなさいよって言って、本当にしがみついていられるぐらいなら、それは大した苦しみじゃないんじゃないかなって僕は思っちゃうんですよね。で、なんかその理性でコントロールできるようなところとか、ガッツとかやる気とか、 気合みたいなものでなんとかなるところに人生の本当の危機っていうのはなくてもう正気を保っていられないほどに苦しい予備にその人生の危機があったわけで,でその予備に対してこれねこういうエリファズの神への,の信仰を捨てるなとか祈ることをやめるなっていうのはむな、まあ、しい言葉として響いただろうなというふうに思うんです。 で、その友が信仰を捨てたっていうことは、その信仰は神に託されているっていうことじゃないですか。で、私たちがすべきことは、ね、あのー、僕は、やっぱりイエスを裏切ったペテロに対するイエスの態度っていうのが、信仰を捨てた人に対する、その模範回答だと僕は思ってて。で、イエスは、そのペテロに、あなたはしん、まあ、その要はもう私を否定すると。まあ、言い換えると信仰を捨てると。 ね、えー。でも大丈夫。私はあなたのためにすでに祈ったからって言ったんだよね。だからペテロがその時にできることは何もなかった。イエスがもうすでに全部払ってあるからってことで。で、だからそのイエスを裏切ったペテロに対してイエスがしたように、彼のために彼の分まで主を信頼し、すでに私があなたのために神を信じ、あなたのために祈りました。だから大丈夫ですと言ってやること。これが友ができることなんじゃないかなというふうに思うんですよね。 で、まあ僕自身というか私たちは非キリスト教国の日本に住んでいるから、信じることができない友人にいくらでも囲まれてるわけじゃないですか。で、私にできることは彼らの分も神を信じ、すでに彼らのために祈り始めていること。イエスがね、裏切った。まさにそのペテロのために祈っておいたようにね。だからそれがすごい大事なんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ僕、その思い出すのが、 2年間、うつで動けなかったときに、毎週ね、それでもこう、うつの症状でもあるんだけど、これもね、その、礼拝に行けてない自分を責める自分がいるんですよ。それでなんか、変なパ,パニック状態になっちゃったりとかすることもあって、礼拝に行けてない、ダメだ、死んだ方がいい、みたいな、言ってるときに、妻が、あの、大丈夫だよ、と。私が、俊君の分も礼拝しといてあげるからって言ってくれて、それは僕、未だになんか僕を助けてくれたなと思ってて。だなんか、その、 うんまあ、僕は、そのなんていうのかな、教会に来なくなった人をバックスライドした人だとか、なんかちょっと落ちこぼれというか、そういうふうに見る風潮がすごく嫌で、嫌だし、心苦しいしうん、そういうものに傷ついている人は本当に多いだろうなっていう気持ちをいつも思ってて。だからまあ僕のねそのねそ 知り合いの中にも、昔は許可行ってたけど、今は行ってないっていう人、たくさん、たくさんでもないか、まあ、知ってます。うん。たくさん知ってます。うん、たくさんだな、うん。知ってます。で、その一人一人に対して僕が言いたいことがあるとしたら、大丈夫だよと言いたい。僕があなたの分まで礼拝しといてあげるし、乗っといてあげるからと。あだからなんか、なんかそれでいいのかなと思ってますね、今はね。うん。なんかこう、そう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 。 それぐらいいい神を信じていいんじてんゃないかななっていうか、うん、なんかん人生って教会につながることもあれば何らかの事情で来れなくなっちゃうことだってあるしさでも神様もいいわって思っちゃうことだってあるかもしれないけどでもそれも込めてイエス様は救済してくださったと僕は思ってる。うん、なんかその辺の救済感の違いみたいなことがだからエリファズは割とそういうその祈ることをやめたら神 進行捨てたことになるっていうかなんか割とこうバックスライドした人を見,見下すタイプの人なのかなって僕はこのね答弁から感じるんだよねでも僕はなんかバックスライドした人ほどまあかっこつきのねかっこつきのバックスライド教会がレッ,レッテルを張るバックスライドした人ほど神に近い人はいなかったりするってこともあるんじゃねえかと。 で逆に言えばその私は教会に行ってるからあの人とは違ってバックストライドしてないと思っている人ほど神から遠い人もいないってこともあるんじゃないかと思ってる類の人間なのでなんつうのかなだから僕はそのかつて教会に来てたけどえ今は行っていない人でまあそういう人は往々にして今も教会に行っている僕と会うのは気まずかったりするからなかなかこう距離はね開いちゃったりすることも多いんだけどでも そういう人にまた再び会うことがあるなら、語り合うことがあるなら、えー、大丈夫だよと。俺がお前の代わりに恋愛して,してるからっ、つって言ってあげたいなというふうに思ったりします。ということで、えー、信仰を捨てた人のためにしてあげられることというタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。